今日限りであなたたちとの縁を切らせていただきます。今まで理不尽なことに我慢してきた自分がバカに思えるような出来事でした。私の名前はユーナ、36歳です。夫のコウスケとは結婚して12年になります。現在は義両親と同居しているのですが、仲は良くありません。そればかりか義母は些細なことで私をいびってくるのです。ほぼ毎日のように洗濯の仕方や掃除の仕方で難癖をつけてきます。夫に相談をしたこともありました。お母さんがちょっとしたことで私をいびってくるの。あなたから何とか言ってくれない？すると夫はため息をついて、母さんと仲良くやっていくのもお前の仕事じゃないの。仕事で疲れてるんだから、これ以上俺を疲れさせないでくれよ、と面倒くさそうに言われました。それからは相談できる相手がいないので、義母からのいびりにひたすら耐えていました。そして夫には現在妊娠3ヶ月の姉がいます。義姉のリサさんが妊娠を機に里帰りをしているので、余計に気を使う毎日です。そして義姉が里帰りするにあたって義母からこんなことを言われたのです。ユーナーさん、あなたに足事を休んでもらいます。え、どうしてですか？どうしてって少し考えればわかるじゃないの。リサは妊婦なんだから、身の回りの世話をあなたがやるのよ。義両親は一日家にいてぐうたらしているだけです。それなのに義姉の面倒を見させるために私に仕事を休めというのです。さすがにそういったことで会社を休むわけにはいかないので少し抵抗しました。お姉さんが大変なのはわかりますけど、今大事なプロジェクトの途中なんです。チーフの私が休むわけにはいかないんですよ。すると義母は、本当に生意気な人だよ。この家にいる限りは私がルールなんだよ。いちいち口答えするんじゃない、と言ってきたのです。その後も義母を説得しようとしましたが、引き下がってくれませんでした。結果平日は仕事に行き、休日の出勤や残業は禁止で、休日は義姉の面倒を見るという形になりました。会社には事情を説明し、定時になると部下のみんなに頭を下げて退社するというのが日常になりました。それは私にとってとても苦痛でした。皆さん申し訳ありません。まだ仕事が残っているにもかかわらず、私が真っ先に退社してしまって。そんなこと気にしなくていいんですよ。家庭の事情なら仕方ないです。それに上司が先に退社してくれると、部下も気のいいところを見つけて帰りやすいんですよ、と言ってくれる優しい部下たちのおかげで罪悪感も少しは軽減されています。そして家に帰ると、ユーナさん、少し帰りが遅いんじゃない？早く夕食作ってくれる？妊婦さんに食べさせちゃいけないものとかちゃんと調べてから作ってよね、と毎日言われます。義父や義姉はその様子を見ても何も言いませんでした。それから義姉はつわりがひどかったので、毎食何なら食べられるかを聞いていました。お姉さん大丈夫ですか？夕食は食べられますか？すると義姉は私を睨んで、毎回毎回そんなこと聞かないでくれる。こっちはつわりがひどくてご飯のことなんか考えたくないのよ、と言ってきます。私は妊娠したことがないので妊婦がどれだけ大変なのかは分かりません。しかし義姉を見ていると少なからず大変なのは分かります。なのでどれだけ義姉からひどいことを言われても仕方ないと思い気にしていませんでした。それを横目に義母は、さっさとご飯炊いてくれる？というのです。義姉と同居することになってすぐ義姉から言われたことがあります。つわり中はお米を炊く匂いがとにかく不快で吐き気を催すの。だからそれだけは少し控えてほしい。それを聞いてからご飯を炊くのは義姉が寝ている間にするようにしました。それから窓を開けて換気を十分にした状態にするようにもしました。しかし
今リビングに義士がいるので、窓を開けてもそこまで意味がないのです。私は義士に気を使って夕食のメニューを変更することにしました。義母は納得のいかない顔をしていました。しかし義士のためと強調して言うと、しぶしぶ納得していました。そして夕食を食べ終えると、義母からこんな提案をされました。みんなで旅行に行きましょうよ。子供が生まれてからじゃなかなか行けないし、リサの気分転換にもいいんじゃないかしら。仕事を休んでいる中、旅行なんかに行っていいものかと考えました。しかし義母からのいびりや義士に気を使う毎日で、私も気分転換がしたかったので行くことにしました。日程や旅行の手配などを私に押し付けるのかと思いきや、義母が全て手配してくれました。しかし旅館の場所などは教えてもらえませんでした。義母曰く、当日のお楽しみとのことです。少し嫌な予感がしましたが、せっかくの旅行なので気にすることをやめました。そして旅行当日、義両親、義姉、私たち夫婦で夫の運転で旅行先まで向かいました。義兄は仕事が忙しく行けないと連絡を受けていました。そして約2時間ほどで旅館に着きました。まさか予約した旅館がここだったなんて。義母が予約した旅館は高級旅館でした。お金の心配はしなくていいからと義母は言っていました。しかし年金生活で余裕はないはずなのに、大丈夫なんだろうかと心配になりました。ゆうなさん、突っ立てないで早く行くわよ。はい。まあお母さんが大丈夫って言うなら大丈夫なのかなと自分に言い聞かせました。そして中井さんに部屋に案内されると、義母はすぐに温泉に行く準備を始めました。その旅館には何種類もの温泉が併設していて、一日では入りきれないくらいなのです。お姉さんも温泉に行きますか？私は遠慮しておくわ。私のことは気にしないで行ってらっしゃい。と言われましたが、義姉を置いていくのは心配だったので部屋に残ることにしました。義姉は結婚当初から私のことが気に入らなかったようです。以前親族での集まりがあった時に、義母と義姉の会話を聞いたことがあります。コウスケはどうしてあんなのと結婚したのかしら。何をやらせてもどんくさいし、頼んだことも満足にできないのに。弟が選んだ人ならいっかって思ってたけど、それはひどいよね。仕事だけが取り柄らしいし、それなら結婚なんかしないで仕事だけしていたらいいのに。それを聞いてから、どんなに仕事が忙しくても家事は完璧にこなしてきたつもりです。それでも義母や義姉から認めてもらえることはありませんでした。義父は義母のようにいびっては来ないものの、夫のように面倒事が嫌みたいです。義母からいびられている場面を何度も見ているのですが、見て見ぬふりです。いつまで辛い毎日を耐えなければいけないのかと、そんなことを考えていると義母が戻ってきました。入れ替わりで私も温泉に入る準備をしていると、義母が後ろから声をかけてきました。ゆうなさん、どこへ行くの？私も食事の前に温泉に入ってこようと思って。何を言っているの？私が戻ってきたんだから、お茶を入れたりマッサージしたりしなさいよ。義母はここでも私をいいように使う気だったのです。気分転換になると思っていた私の考えが相当甘かったことを痛感させられました。そもそも義両親たちと来た時点で私の時間はなかったのです。私の気分は一気にどん底まで落ちました。そして私を顎で使う義母を相変わらず、夫と義父はただ見ているだけでした。そして翌日、今日は観光メインでしたが、私は全く楽しめませんでした。私はただの荷物持ちのようだったからです。義母が買い物をしたものを持ち、義姉の荷物を持ちで何もできませんでした。そして旅館に戻ってくると、義母と義姉は
温泉へと向かいました。しかし私は昨日と同じく部屋にあるシャワーで済ませました。せっかく旅行に来たのに何もできず、ただ疲れるだけだったのです。義母と義子、義父と夫という感じで行動していたので、私は一人でした。こんな思いをするなら一人で家に残っている方が楽だと思いました。そして最終日、今日は帰るだけだったのですが、そこで事件が起きたのです。義母に、私たちは先に車に戻ってるわ。ユーナさんは忘れ物がないかを確認してから来てちょうだい。と言われたので、部屋を確認して車に向かった時です。止めてあったはずの夫の車が見当たらないのです。駐車場を回って確認しても、夫の車はありませんでした。そこで夫へ電話をすると、義母が出たのです。ユーナさん、どうしたの？コウスケは運転中だから代わりに出たんだけど。運転中って今どこにいるんですか？どこって今家に向かってるところよ。悪いけどあなた一人で帰ってきてくれる？お土産とか積んだらユーナさんが座れるスペースなくなっちゃったのよね。頭が真っ白になりました。私は旅館に置いていかれたのです。それから宿泊費払ってないから支払いもよろしくね。は？どういうことですか？いいじゃない、それくらい細かいことをいちいち言わないでよね。そう言って義母は電話を切りました。私を旅館に置いていって、さらに宿泊費まで全て支払えという義母に怒りが収まりませんでした。私は旅館へ戻り、中井さんに責任者を呼ぶようにお願いしました。お待たせしました。私が当館の責任者でございます。と、深々と頭を下げていましたが、私の顔を見るなり、なんだ、ユーナだったのか、久しぶりだな。と言いました。久しぶり兄さん、ちょっと困ったことがあるんだけど。妹の頼みなら何でも聞くぞ。実はこの旅館は私の兄が経営しているのです。旅館について驚いたのはそのせいでした。兄に事情を説明すると、私の兄ではなく旅館の責任者の顔をしていました。事情は分かったよ。旅館としての対応はもちろんできるけど、ユーナはどうしたい？私の答えは決まっていました。もう一度夫へ電話をすると、また義母が出ました。あら、ユーナさん、支払いは済んだの？あなたも早く帰ってきなさいね。いえ、もうあの家には帰りませんし、あなたたちとの縁は切らせていただきます。もちろん、夫とも離婚します。え？どういうこと？雑用がいなくなると困るんだけど。その言葉に、さらに怒りが湧き上がってきました。それより、あなた一人で生活していけるとは思えないんだけど。その言葉には何も返さずに、兄に電話を代わりました。私、先ほど宿泊されていた旅館の責任者ですが、まだ宿泊費の清算が済んでおりません。このままですと、警察の手を借りなければいけなくなるのですが。そう言うと、兄は電話を切りました。どうなったの？警察って言ったら、すぐに戻るから待っててくれって。俺たちは事務所で待っていようか。そう言われ、私たちは旅館の事務所で義母たちを待つことにしました。数十分後、義母たちがやってきました。そして私の顔を見るなり、支払いが済んでないってどういうこと？本当に使えない嫁だね！と怒鳴ってきました。すると兄が、落ち着いてくださいと制止を促しました。お久しぶりです、お母さん。事情はすべて妹から聞きました。そう言うと、義母をはじめみんな驚いた顔をしていました。あんた、この旅館の責任者だったのかい？初めてお会いした時に、ここの責任者だとお話しさせていただいています。今でも覚えていますよ。あなた方が私の旅館をバカにしたことは。いや、あれは
ちっこい旅館なんてすぐに潰れるよ、でしたっけ。あいにく、今も旅館は続いています。兄がそう言うと、義母は苦虫を噛みつぶしたような顔をして、何も言わなくなりました。この旅館は父から受け継いだものなので、そう簡単に潰すわけにはいかないんですよ。さて、本題ですが。そう言うと、義母の肩が少し震えました。宿泊費のお支払いをお願いいたします。お電話でもお伝えしましたが、このままでは警察を頼ることになります。義母は私を指さして言いました。宿泊費はこいつが払うから、警察だけは勘弁しておくれ。それに対して兄はこう返したのです。当館を満足に利用していない人に支払いを要求するなど私にはできません。でもこの旅館に泊まったのはこいつも一緒だろ。従業員から聞いていますよ。彼女を雑用係かのように使っていたと。義母は黙ってしまいました。すると今度は責任者としてではなく、兄として義母にこう言いました。僕はずっと妹を心配してたんです。あなたたちに初めてお会いした時から妹との結婚に納得していないようでしたから。でも妹が何も言わないので見守ることにしていました。ですが今回の妹への態度で、あなたたちが普段どんな接し方をしているのか分かりました。あなた方に妹は任せられません。兄がそう言った時も夫は何も言いませんでした。康介は結局何も言ってくれないんだね。もともと寡黙なのは分かっていたけど、いい加減私も呆れたよ。もう夫婦生活を続ける気はないので離婚してください。と言うと、夫はうつむいたまま、分かったとだけ言いました。しかし義母は、離婚なんかしたら誰がリサと私たちの面倒を見るって言うんだ。そんなこと絶対に許さないよ、と急に怒鳴ってきました。最初は結婚自体に納得していなかったのに、離婚すると言うとそんなことを言ってくるのです。こんな人たちとは早く縁を切りたいと強く思いました。すると兄が、わかりました。今回の宿泊費に関しては支払いは結構です。その代わり二度と妹に近づくな、と鬼の形相で言ったのです。初めて見る兄の顔に私でも少し驚いてしまいました。そして義母は小さな声で、わかったよ、と言っていました。兄のおかげで義家族や夫と決別することができました。そして義母たちが帰っていくのを見ていると、兄が声をかけてきました。もっと早く相談してくれればよかったのに。ほんと俺の妹は頑固者だな。私の兄はいわゆるシスコンというやつで、私が実家にいるときは何かと構ってきたものです。実家を出た後も私のことを気にかけてくれていました。ですが兄に心配をかけたくなくて、徐々に連絡を控えていったのです。今回たまたま兄の旅館で起きたことでしたが、とても助かりました。結局兄を頼ることになりましたが、結果的には良かったと思います。そして数日後、離婚届にサインをするために義両親の家へ行くことになりました。それを兄に言うと、心配だから一緒に行くと聞きませんでした。そして離婚届にサインをして役所に提出し、無事離婚することができました。これで本当にあの人たちと決別することができました。独身になったわけだけど、一人で大丈夫なの？会社とかあの家と近いんじゃない？近いけど辞めるわけにはいかないから。と言うと兄が、実家に戻ってくればいいんじゃない？母さんたちも喜ぶよ、と提案してくれました。でもあの家に大の大人5人は狭いんじゃない？兄は結婚しているのですが、
実家に戻ってきたのです。なので今は両親と兄とその嫁の4人で住んでいるのです。実家はそこまで広いわけではないのでためらってしまいました。すると兄はニヤニヤとして、実は新居を建てたんだよ、子供が生まれるから、と言いました。それには私も驚きました。かなり広い家にしたから妹一人帰ってきたところで問題ない。それに俺の嫁さんもユーナのことを可愛がってたからいいと思うんだよな。そう言われては断る気もしなくなってしまいました。じゃあお言葉に甘えちゃおうかな。こうして私は両親たちと暮らすことになりました。振動がなくなったおかげで仕事も順調で毎日が充実している気がします。もっと早く身内に相談していれば無駄に思い悩むこともなかったと思います。しかし追い詰められた状態ではそれすらも思いつかないものです。元夫や元義両親とは縁を切った後、連絡を一切取っていません。電話番号なども消去しました。でも私が元義両親たちから受けた傷は一生残り続けるのだと思います。